はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016マイライフやっていきたいと思います。現在は2015年10年目ですね。8月の2日、首位は西武になってまして、ゲーム差は 0.5 なので、今日はホーム戦ですね。西武との戦いに勝てば、首位奪還という形になりますので、まあ、試合の方やっていきましょう。先発はハルフォード、4番は相変わらず奥井と。奥井がね、もうちょっとホームランを打ってくれれば、まあ、マリーンズの得点も上がって勝ちも増えてくるんだろうけど、能力ほどやっぱ打ってくれないですよね。相手は第9球か、初球はスライダー、まずは見送りました。第2球、おお、めっちゃ際どいわ。追い込まれています。追い込んでから投げ、これはボールでしょ。1球外して、これは完全なボール球、カウント1ボール2ストライク。入れてくるか、ちょっと分かんなかったけど、センターへのフライダー、取りました。ボール球だったかな。これで2アウト、ランナーありません。0対0で迎える3回です。0対0か、久保さん出てくれてるね。おお、際どいところを攻めてくる。投球これから2球目、これも2球目入ってくるね。めっちゃ際どいんだけど、同じところに球種を変えて、これはちょっと分かんない。ライナーだ、センター前クリーンヒット、高めではあったけど、セーフ、二塁はセーフ、ボールだったかな。マリーンズ追加点のチャンスです。でも点を取ってくれたね。投げた、初球決まってストライク、高速進化。第2球投げた、球種的にちょっと嫌だな。こいつカウント1ボール、スライダーと高速進化を投げました。打った、よし、 OK、今年はもう完全40号いったな。今月で40号いきますね。もう投げました。まだ8月が始まったばっかりだし。投げました。低め、カットボール外れても大きく外れました。カウントは2ボールノーストライクです。投げました。これはアウトコース低め。カウントは3ボールノーストライク。なるね。投げました。しかし狙っていく。ギリギリストライク。入ったか。投げた。これもカットボール。打ちました、いい当たり。これがダメ押しの一発となるか。いかないね。バッターランナー一塁、蹴パス、蹴って二塁へ。ツーベースヒット。これで今シーズン24度目の少しね、ライト側に流れてくれれば。マリーズ追加点のチャンスを迎えました。そう、三塁打がね、出せるんだけどね。ツーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。本当難しいよな、三塁打って。ほら、打っちゃうもん、普通に。ミート打ちの方がいいのか、三塁打出すんだったら。マリーズこの回どうしようかな、ちょっとサイクルヒット狙っていこうかな。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。少し早めに打ちました。全然ダメだった。ヒット、いいバッティングを見せました。マリーズ、なんだかんだで大差だな。さあ本日のヒーローは5回1失点10勝達成と、達成達成、全然言えてねえな。お、坂本さん6号、ミゲルも安定して打ってるね。奥井という名を全く見ないからな。お、2位から1位に上がった。首位浮上。おお、超頑張ったからね。超頑張った割には4人しか増えてないし。行きましょう行きましょう。こういう関係すごいよね。簡単に声かけるからね。同じチームはそりゃそうか。じゃあ今日の夜に家族サービスをするか。お買い物ちょっとお買い物多くないか。またソファー買うのお前。いるか。2人しかいないのにソファーそんないっぱいいるか。1人1個だぞ今。40万のソファー今1人1個ってだいぶ贅沢だな。じゃあ次、ここのホーム戦すごくない？何これ ?1、2、3、4、5、6、7、8、ん ?1 で7でしょ？で8、9連戦、ホーム戦9連戦だよ。これ体力大丈夫か？どういう日程なんだ、またこれは。
じゃあそうですね、こっちのホーム戦まで行きますか。あそこの9連戦は完全に任せる。盗塁もなんだかんだで7盗塁してるからな。お、守備が上がった。よしよしよし、順調に順調に勝ってるけど、セーブも勝ってるからね、強いなマジで。おお、マジ強いわセーブ。これ完全ガチンコ勝負だな今。よし、今日は勝った。ここから、おおマジか。いや強いね、本当にセーブマジ強いわ。何がこんなにセーブを強くしているんだ。だがロッテも引き下がらないからね。俺の成績はしょぼかったけど。やばいな、またちょっと差をつけられ始めてきてるぞ。3ゲーム差か。19、20、21の3連戦めちゃくちゃ重要だな。最悪勝ち越しだよな。何？お、おめでたらしいって予定日は5月19か。やられた。よしよしよし、今日は打撃戦だったな。うおー、結局負け越したか。じゃあまたこういう関係でおめでたらしいからね。予定日が5月って言ってたよね。ちょっとだいぶ上になっちゃってると思うけど、5月19、まだ大丈夫か。うん、まだお散歩いけるよね。まあ8月とか全然余裕か。こんな早く分かるもんなの。え、戸築10日でしょ、早くねえか分かるの。まあいいか、ボールが止まって見えたってなんだ、謎のミッションが発動してるな。お、そうか、楽天は塩見さんがいるのか。全然対決してないけどね。お、岸川やる気があるね。クリーンナップまではまあやる気があるけど、ミゲルさんが若干ないのか。ちょっと塩見さんと戦いたいっすよね、そろそろ。もうライバル関係とは言えないよね、全然戦ってないんだから。QVC まで第9投げた、おっとっと、危ない球、失投。第2球、おっと失投、ちょっとカーソルがない、持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナー反応がうまくいかなかった。マリーンズ同点のチャンスです。ひときわ大きな声援が聞こえます。ちょっと失投多くないか。第2球投げた、あれ危ない球。どうした、ファーストランナーをちらっと見て、第3球失投が多いからこういうストレートを狙われるんだぞ。さらに伸びていく、レフトを見送った。さあ追加点のチャンスを迎えました。今日3打点を挙げています。きたいからね、どん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 。第2球投げた、これは見送ってボール、ボールだね。慎重に攻めてきます。カウントはツーボールノーストライク、投げた、これだ、よし、これはいい当たりだ、いった、入った入った、ホームラン。ちょっとスタンドのお客さんが空いてるね。満員ってことはないってか、あんまりマリンスタジアムが満員になるっていうのは想像できないけどね。リードで迎える6回です。通算戦まであと9本としています。それをホームランで稼ぐ、あれもう40号いってんじゃん、そうそう、43号かだいぶいったな。あれ今のホームラン記録って何本、今日は3安打猛打賞、ちょっと痛かった、全然痛かった今の。1球目ファールから第2球、アウトコース低め、ボール、
カウントはワンボールワンストライク。ストレートで押してくるの。投げました。しまった。ちょっとどうしようかなと思って迷った結果。ツーベースか。セカンドへ。ツーベースヒットを放ちました。今日これで5打数の4安打。マリン2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが黒沢翔太だった。岸川でも7敗してんだ。山崎は34セーブ。これでセーブが負けてればゲーム差は縮まるんだけど、お止まって見えた。なぜか成功したなんだろうな。あれ何、誰かに挑めみたいな。金子誠に挑め。月に向かってって本塁打44本打つ。本塁打を44本打つってさ、別に通算でいいってことでしょ。これはいけそうだなよし行くか。なかなかふてぶてしい後輩だな。10万円もおごってしまった10万円もおごったわけじゃないか。自分も半分食ってるからねでも多分後輩の方が食ってんだろうな。じゃあ9月の西武戦までいきますか。そこまでにどれだけ差を縮められるか。いや全く縮まらんなこれ。あ、そうか、あと車、あ、そうか、でも車は買おうかなと思ったけどもらったんだMVP になって、うお、マジックが点灯してるよ。おーし、マジック消えた。マジック19とかだったよね。てか守備力守備力見ないと。いや4ゲーム差からなかなか縮まらんな。ん？ハイボールバット。里崎さんのバットでもハイボールヒッター経験値増えるからね。なんか試合でハイボールヒッターとか取れそうだな。そうするとほら上がった上がったあんまり上がらないね。ただちょっとデータで強化項目、あー守備力52になってる。じゃあ呼吸を上げよう。オッケー。ミスター生還者か。今日負ければマジックが点灯するマジか。あれ誰かいたっけ。高橋、それ気合入るよな。マジックが点灯するかどうかな。もん一回消えてるからね。そこでさ、野手陣は結構やる気あるけどデリンジャーのやる気がね。向こうもやる気ねえな気合が入ってるって嘘だったの気合が入ってこれか。多分相当やる気なかったんだろうな。ま、マジックが点灯するしやる気出すかって言って不調になったみたいな。マリーズここはなんとか追いつきたい。第1球ストライク。ここで畳みかけておきたいよな。1球目ストライク。あとノーアウトだからね。引っ張った抜いていった全然ダメだ。でも1点は入れてくれるでしょさすがに。ナイスバッティングです。1000本。よしよしよし。まあマリーズ同点のチャンスを迎えました。1000本安打に。オッケー。1000本安打をホームランで決める。しかも逆転。第45号逆転スリーラン。おお、ありがとうございます。これ花用意してくれてるけどさ、達成できない時もあるわけじゃん。花ってだってそんな寿命ないでしょ毎回毎回用意するのかな。あ、今日ダメだった、この花無駄になったなみたいな。さらに1点追加6対3。おお、今日もすげえ打ってんな。どっちもスリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。サイクルヒットか。でもな、右バッターだからな。これで
これフェンス当たれフェンス当たれ、よし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 、でも二塁までしか行けないよね。を迎えました。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。下を叩いてフェンスに当たるようなボール、まずはアウトロー、これは完全なボール球。ちょっと一塁ランナー生還しないといけないからね。タイミング合いません。サークルチェンジとチェンジアップって投げました。めっちゃ緩急つけてくる。よしこれだこれこれ、走れ走れ走れ、打球が転がっている。うーダメだ、ほんと無理だわ三塁だとか。見事ライオンズを下しました。 OKOK、 今日のプラネットを上げる最高点を見せました。本当に今日は言ってくれないな。ご覧いただきましたよ。おお、高橋でも今日初めて負けがついたんだ。12勝1敗って。今日は藤岡さんがセーブを上げてますね。奥井が打ってる。奥井11号か。奥井もあの能力だったらね、シーズン中で30は打ってもらいたいけどね。200安打。お、完璧に攻略できた。そうだ、戦ってね、全くいいところがなかった。よし行くぜ。大記録。あ、通算1000本安打か。待て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 、ファンが1人増えたってどういうことよ。なんで1人しか増えてないの。もうちょっとさ増えても良くないか。むしろ1000人単位でさ増えないもんなのかね。じゃあまた家族サービスでもしますか。早く孫の顔が見たいだって。いや予定日は決まってるからね、そう早く見たいって言われても早産になっちゃうよ早産に。じゃあ9月の9月はちょっと空きがあるね。2試合ずつしかやっていかない感じだけど、じゃあここのホームまで行きますか。楽天のマジック15。いやこれはもうちょっとセーブで決まっちゃうかな。このまま行くとマジック13。でも負けてるか。お、またマジックが消えた。頑張ってるねロッテも。まあ僅差だからね。ただやっぱねセーブもね勝つんだよね。セーブの勝率どれくらいだろう。マジック10か。うおー勝ってくるね。うわ一気にマジックが8になった。その代わり今日は大敗してるね。てかもうロッテのさ勝敗よりセーブの勝敗の方が目がいくからね。お、いいねいいねいいね。こういう時ねしっかり勝っていきたいよね。 OKOKOK、 2勝した。さて今日勝って、今日勝って西武が負ければ首位になる。これちょっとまた家族サービスをしますか。ちょっとさ泉ちゃんのお父さん大丈夫か。どんだけせかしてんの。相手は菱山か。まあやっぱりね孫ができると嬉しいんでしょうね。QVC、自分にはさっぱりわかんない話ですけど。最多安打はあと3本としています。投げました。もうそれもいけそうだな。普通に打率も3割7分だしな。すげえな。これ年俸ぐんと上がってもおかしくないだろう。入るか入るか。
クルトフェンス直撃で、まあ、まず二塁打サイクルヒットね出してみたいよね。でホームランはとりあえず打っておこう、ボール完全なボール、とりあえず打っておこうっていうのもすごいけどね。あー、それが入るか。第3球を投げた、ほら、よし、入った入った入ったホームラン。で、あとはシングルを狙いつつ、すげーうまくいけば三塁まで走ってくれるみたいな。そうすると、流さないといけないんだよな。ボールはライナーでセンターへ取りました。ボールは中継、これで2アウト。ランナー前澤降板、2回回ってくるかな。この回は2番からの高打順、シーズン最多安打まであと1本としています。あれ初球打った、ちょっと待ってちょっと待って、ワンバウンドヒットになる。ボールは中継、2塁についた段階でついにシーズン安打の大記録達成。まだ野手が補給してない状態っていうのを作らないといけないからね。打ち上げるから下身を叩いて打ち上げてフェンスに直撃させるっていう。投球は3球目、投げたストライク、バッター追い込まれました。下すぎたな、フォークだしね。第4球はうわーダメだ、強烈な当たり、レフト交代、ワンバウンドヒット、ボールは中継、ツーベースヒット、これでシーズン安打の最多記録。いや S 必要だな。見事勝利を収めました。さあ本日のヒーロー、あれこれでどうなる順位は。石山10勝してるけど12敗してるんだ。どうだどうだ、俺の浅はかな考えでは首位になってると思うんだけどね。もう君らいいよ、まあ、行くけどね、体力回復するから。お、大記録の方が先かシーズン最多安打15人増えたシーズン最多安打の方がすごいんだね。あれそうか、西武が勝ったってことか。首位に返り咲けなかったな。そうすると、じゃあ最後のホーム戦まで行きますか。おうおう、ロッテ、そうか、西武負けてロッテ勝って 0.5 ゲーム差で、ここから勝っていかないといけないんだよね。とにかく一瞬なんかさマジックが点灯したっぽかったけど両方負けてるねよしよしよし、もう勝ちは絶対だなこれ。あと何試合ある、おマジック2位負けてんじゃねえかよ。セーブも負けて助かったな。おー厳しい試合だ。でもマジックが点灯してるってことは勝てばいいってことか。来たね、ここだ、ここもう絶対勝つよ。八百長してでも勝つからね、別に八百長とかないけどもう俺が打ってること自体八百長だけどさ。今日は勝つぜ泉またその話題かよ。買い物か孫かの顔が見たいか、散歩に行くかそれしかないな。どうしようかな、なりきりしちゃおうかな。守備も完全にしたいからね全然守備ザルだけどさ。よし、デリンジャー、デリンジャーは結構期待できるからな。ここで華麗な守備を見せつつチームを勝利へ導く。 QVC マリンフィールドです。行くぜ。おー早速来たね。さあ注目の立ち上がり、バッター猛牛の伊達店西川、投げましたインコースのボール左へこれどう、ワンバウンドヒット、ボールは中継、2塁まで走られた、いきなりピンチだぞ。西川ツーベースヒットを放ちました。マリン先制のピンチを迎えます。バッターは2番シュンタ、バントしてくるね。いきなり先制のピンチを迎え、初球送りバント、ファースト、ボールを掴んだ、アウト、ランナー3塁、ちょっとギリギリだったな。すげえいいバントしたんだな。これで投げました、インコース引っ張った、打球、おいマジかよ、これはヒットになります。犠牲フライにもならなかった、普通にヒット打たれてるし。ここ俺のバットで返す。シーズン最多2塁打まであと3本としています。投げました、内角ボール。今日はもう記録とかよりチームの勝利、今日はチームの勝利でしょう。
サイクルヒットだろうがなんだろうが関係ない。マジック1だからね。抜けたか、大丈夫か。ちょっと力が入ってんじゃないか、ベリンジャー。投げました。打ちました。いい当たり。あれ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 、待って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 、危ない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 。本当怖えわ。あ、ちょっと、あ、しまった、投げてない。おあいつ何してんだよみたいな。取って安心しきった。ライト。すまん。マジすまん。2回の表が終わって、これプロ野球選手失格だな。マリーンズ追加点のチャンスです。これマジ追加点取っとかないとな。センターがマジザルだからな。取れるときに取っとかないと。いや、さっきのはね、さっきのはマジひどい。まあ、間に合わなかったかもしれないけど、投げないっていうのはひどいよな。おら、ちょっとずれたけど。ああ、まあでも犠牲フライ。よし、点を、点は取ってくれてるね。追加点のチャンスを迎えました。シーズン最多2塁打まであと3塁打か。今日3打点を挙げています。タイプに戻ってるのか。決まったストライク。サークルチェンジ。第3球を投げた。外角低め、サークルチェンジ外れてボール。カウントは1ボール2ストライクです。おお、痛烈な当たり。三遊間ライナーで破った。勝ってきたね。マリン、さらに点追加。こうやって見るとやっぱり看板とかすごい見えるよね。これ多分マリーンズリードで迎える看板料とかコナミにお金払ってるんだろうね。3本としています。今日4打点を挙げています。1球目ストライクから第2球、これはいい。まあ、実際の野球はさ、それコナミなんかに払わないと思うけど。よし、勝ちはもらったな。でももうここまで来れば大丈夫でしょう。いやちょっと序盤焦ったな。やっぱり慣れないことするもんじゃないよね。第3球を投げた。あーっと、オーケーオーケーオーケー。伸びる、入った入った、ホームラン。第49号、そういうところもね、細かいね、いろんなところに看板あるんだね。狙っていたでしょうか。ここに看板を置くことによってどれくらいの宣伝効果になるんだろうな。シーズン最多2塁打まであと3本としています。知らないものは知らないからね。あと右上にある 3V とか言われてもさ、何の会社だかさっぱりわかんないし。レフトバックホーム、マリン、さらに1点追加、14対3。千葉県民はね、そう、基本的に、ね、千葉銀を使ってるんで、都市銀よりね、多分千葉県民、千葉銀使ってますね。お、どう？ライト線これですね、さすがだね。試合終了です。オッケーオッケー。試合終了。ラリー。やったね。じゃあ、本当辛い戦いだった。もう最後の最後だ。これセーブファンちょっときついよな。あそこまでマジック1回転倒してひっくり返されるって。歓喜の優勝です。千葉ロッテマリーンズ。今日は願いがこの千葉で決着しました。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日、いや、これ井口監督はすごいわ。たどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事3年ぶりか。そうか、3年ぶりだったのか。本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。パリーグを制したマリーンズ、数々の素晴らしい采配でチームを勝利に導きました。井口監督何年目も、ただだいぶ長いよね。見事リーグ優勝を成し遂げました。伊藤監督は多分もう2年目とかで変わったはずだから。すげえ。完全満員だな。いやでも確かにね、こんな状況になったらね、満員になるよ。ちょっとだけ空いてるけど、まあでもね、多分トイレとか行って席立ってるんだろうね。多分席はね、これ絶対満員だよ。いや、それもこれも49号まで打ってる俺の力だよ。そう、しかも逆転ホームランも打ってるからね。よーし、さてさてさて、またここで井口監督への恨みを晴らす時が来たか。
境にの攻撃って誰やねん。やり返して得意。攻撃だ。井口監督くらえ。あれあれ、ここに来て、ここに来て、ここに来て井口監督と仲良くなったか。ようやくだな。パリーグの覇者、お、ゲスト、お、ゲストとして呼ばれるのか。ファンが1012人増えた。めちゃくちゃ増えたな。シリーズ記録より増えたな。おお、里崎さん、うん、まさに俺のおかげだよ。アイテムを送っておいたから、よかったら使ってね。里崎さんいい人だな。ヤモリの干物ってなんかもうちょっとさ、もうちょっといいのくんないかな。里崎さんいい人説がちょっと薄れちゃったよ。じゃあ今日は、まあ、そのままスキップして、まあ、クライマックスシリーズがねあるからね。リーグ優勝は果たしたけど、クライマックス、ここは多分やらないよね。だからクライマックスの後半までいきますか。どうしようかな、どっかお出かけ行こうかな。ラジコンサーキットにでも行きますか、久々に。飛行機大会、いやーいいね、この伸び伸びと飛行機大会に出る。いや調子もいいね。おお、やった、100万円。100万円って、いやでもね、こうお金いっぱい儲けてるけど、この申告しないとダメだからね。これ多分ね、だいぶね税金とか引かれてないよ。申告してるかちゃんとこいつ。野球選手はいわゆる個人事業主なんで、別にそのロッテマリーンズに雇われてるわけじゃないんで、年末調整とかないんですよ。で自分で申告しないといけないんで。でね、だいたいね1億の収入があると、その来年の住民税とかも含めてなんですけど、多分4000万くらいは税金で持ってかれるはずなんで。こいつね申告してない可能性がありますね。え、すげえいっぱいな。え、首位打者、本塁打王、打点王、最多安打、最高出塁率、ベストナイン、まだあります、 MVP って。ここに来て。え、ちょっと待って。1、10、100、1000万、極端すぎだろ。なんでさ、さっきの記録打ち立てた時はさ、打ち立てたっていうか、まあ、1000本安打した時はさ、1人しか増えなかったのに、ここに来て5万人増えたぞ。どういうこっちゃ。まあ、練習はしないけどさ。完全に今天狗になってんな。あまりマークされていないようだっておかしいだろ。なんでだよ。え、チームの顔として押されるようになってさ、なんでマークされないの。他の球団からはしょぼいやつだと思われてんのかな。いやもう謎すぎだろう。まあ今日も寝ることしかないな。お、頭がすっきりした。そりゃこんだけ寝てっかんね。あー来たね、セーブ。これはセーブ絶対ね、優勝狙って、優勝っていうか日本一狙ってきてるよ。どうしようかな。じゃちょっとゆっくり家族サービスでもするか。これしか起きないからな。相手はヤクルト、相手っていうかセリーグ。まあ、直前でも練習はしない。まあ、俺くらいになるとね、体調を整えた方が試合で活躍できるからな、練習より。さあ始まりますね。
クライマックスシリーズファイナルステージ、ロッテと西武、これマジ因縁の対決ですよ今季のというところで、まあ、まさにね、まさに奇跡の大逆転で、ロッテマリーンズシーズン優勝を決めることができて、そこからの、クライマックスシリーズ西武戦ですね、まあこれは次回やっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。